どうもリッキー B 生フェスピのリッキーです。イクミです。ミカコです。いや今日も始まりましたね。撮影の方が今日ちょっと豪華な、すごいね。なんかいつもさ窮屈な感じの撮影してるからさ余裕がありますね。こんなに余裕を持って空間を使えるって最高だわ。しかも後ろのスペースのなんかおしゃれだしさ、なんかセットみたいじゃん。なんかちょっと格上げした気分だ。いや、そんな新規一点じゃないけど、新しい環境での撮影だけども、今日はどうする？何について井戸バタる？井戸バタる？なんかさ、この間いくちゃんがさやろうとした企画失敗した件喋ってみる。何やろうとしたんですか？気になる気になる。あの、何やろうとしたの？やりたかったからあのちゃんと切り出したんだけど、あの結局できなかったっていう企画があるんですよ。そんなのあったんですね。いや、今 SNS、インスタグラムで、あのダンドラっていう名前をつけて、こうダンサーとあとドラムのセッションを、やってるんですね。でそれをこういろんなダンサーさんに踊ってもらって、こうアーティスト同士の、セッションっていう形で、載せてるんですけど、それを実際にこういろんな生徒さんも含めて、ちょっと生のドラムをレッスンの中に取り入れてみようっていう企画をやってみたんです。やってみたっていうか、やろうと思って、あの場所を抑えて人を抑えてあの動き出したんだけど、結局人集まんなくておっしゃったっていう。場所も抑えたんですね。そうそうそう、抑えました。結構進んでたんですね。チラシも作って、おお、はい。もうなんかね、ちょっと分かりづらいと思うから、インスタで FSP ダンスクラスっていうサイト見てもらうと、なんかそのうちのドラマのタクちゃんといろんなダンサーさんのセッション動画が上がってて、あれをなんかもう本当にもう少し裾野を広げてできないかっていう思ったのがいくちゃんの企画なんですよ。でしょ、はい、でだから良さそうですけどね、企画自体は。そう、良さそうなんだけど、やっぱりもうちょっとあれが広まんないと、ね、なかなかそのハードルが高いっていうかさ、だから一回そのトライアルでこんなことやるんですっていうのをなんかやって、それ映像にした方が早いんじゃないって俺は思ってて、だからそのまずそのやるよっていう前にやるプレイベントってやるんで、告知が、ね、そう、そこで撮った映像を使って告知するっていう方がなんかいいと思うけど、内容はね、多分これは面白いと思うから。いや、そう思うんですよ。そう思うんですよ。すごい珍しい、いくちゃんが前の目に来た。そう思ってたんですね。思ってるんですけど、告知がね、ちょっとね、なかなかやっぱりみんなにこう、ね、知らない人からしたらちょっと分かりづらかったのかなっていう。じゃあまずはとりあえずダンドラのインスタアカウントを見てもらおう。この動画を見てくれてる人にはね、メッセージして、で、そう、あとそこに付随してじゃないんだけど、これまたすごいアンオフィシャルな話するけど、あの12月の6日にさ、ケンタッキーの3人がスケジュール空いてるの。はい。で、ちょっともう場所もある場所も押さえてるの。はい。で、何やろうかなと思って今あのコンセプトは決まってなくて、ただケンタッキーで今ちょっとやりたいこととしては、その今回さ、トゥーザダンサーズであの作った曲にロードっていう曲があるんだけど、その曲ってケンタッキーの3人だけで演奏できるんだよ。でしかもロードをフューチャリングしたダンサーの子がいるんだけど、そのダンサーの子が今回のワールドブレイク出てないから、その作った本人とちゃんと生演奏であの作品をアウトプットできてないのよ。だからそこにリンカちゃん呼んで、ケンタッキーのライブの中にその人ステージ作れないかなって勝手に思ってるんだけど、でもそうするとダンサーしかもあのリンカちゃんの曲だけってなってると、なんかあのまとまりが悪いなっていうのもあって、そこになんかダンサーさんを何人か呼んで、ケンタッキーとコラボ企画、うん、ケンタッキーの音で踊りましょうみたいなことができないかって思った時に、そこでいくちゃんの企画もちょっと一本入れてみればいいじゃんと思って、ダンドラ企画。いや、もうこれあのもう本当に昨日ぐらいにあのちらっとなんかこの場所だけ今押さえててっていう話をなんか聞いたんですよ。だって今初めて聞きましたもんね。なんかね、ケンタッキーのさツアーっていうかあの大阪遠征行ってたの。でなんかさ、そこでさ、そういえばやっぱり FSP のライブ最近少ないよね。
ってなって話になって、はい、でそれ、まあ、ある意味さ、ちょっとあのマネジメントの人たちにちょっと FSP のライブは、まあ、委ねてるというか任せてる部分もあるから、まあ、もうちょっと確かに俺もライブやりたいんだけど、でケンタッキーのライブは確かに組んでいきたいねって言って、でタッちゃんのミュージカルの仕事が終わってくるから、じゃあ組み出そうかって思った時に12月は割と動けるねってなって3人の中で、で、まあ、いろいろ車の中であの話してる中で、もうちょっとじゃあ場所取っちゃうわとりあえずいつもの見切り発車で場所だけ押さえちゃったっていう。それすごいですよね。展開が早すぎて。そう。でなんならそのさ車の移動中にさ、あのちょっと関係してる人たちにあのメッセンジャーでメールを送って、ちょっとケンタッキーのライブ、あの俺らとも集中ですみたいな。なんだったら声かけてくださいってバーって言って、うん、あと、これまたあの、シャンディ、香港でお金を、シャンディのメッセージを言って、ちょっと2月ぐらいに香港行こうと思うんだけど、ヘルプできるって言ったら、できるって来たから、じゃあ香港行くわって言って返しちゃって。すげえ。だから多分、香港行くわ、2月に。え、リッキーさんだって。俺とケンタッキーの3人と、まぁ、あ、ちょっと内容次第では、あと、まぁ、あ、ダンサーなのか、メンバーなのかわかんないけど。行きたい。もう枠の取り合いずっとみんな行きたいもん。マジでその帰りの車の中だけで香港行くわって多分候補決まったし、盛り上がってましたしとか、なんかいろいろ動いちゃったね。動いちゃったはいいんだけどさ、やっぱりせっかくやるなら内容をちゃんと濃いものにしたいからと思った時に、あ、いくちゃんのあの失敗曲思い出したわけです、ね、思い出した、ここに持ってくればいいんじゃないみたいな。なるほどなるほど。臨場臨場来たな、ついに時が来たな。12月6日空いてる？12月6日空いてるんじゃないですかね。まあ、ちょっと空いてる、まあ、空いてるでしょ。空いてると思います。空いてると思います。だからこうやってなんかいろんなダンサーさん、興味あるダンサーさんを集めて、でケンタッキーセッションみたいな感じにして、でセッション枠、ケンタッキーのライブとダンサーコラボのセッション枠っていう形の2部戦略して、であとダンドライベントっていう形でその間にそのタクちゃんとダンサーのコラボレーションセッションみたいな企画を入れて、で、みんなでちょっとイベントをやってみようよみたいな。だいぶ決まってますね。なんか今初めて聞いたけど、だいぶ決まってた中で。決まってた。いや、勝手にこうしたらいいからっていうのを。そうなるんだろうなっていう感じです。っていう意味で確かに昨日いくちゃんに出ました。一瞬だけ昨日だね。12月6日にさ、ここの場所押さえてみたんだけどさ、いやすごいすごいすごい、そういうバンドです。それが井の端会議で発表されてるような感じですね。そうだね。ケンタッキーの2人もあの場所と日程だけは知ってるけど、内容どうなるかは知ってないから。そうですよね。あ、ちなみにケンタッキーっていうのはあのリッキーウィズ FSP で10人じゃないですか。でも10人だとやっぱり行動しづらいから、その中の3人だけで、まあ、いろんなところにあの、まあ、なんていうかな、そのリッキーズウィズ FSP の宣伝も兼ねてライブをやりに来てるんだけど、その3人、まあ、ケンゴさんとタクちゃんと僕の3人でやってるグループをケンタッキーって言ってます。インスタ見てください。そう、インスタ頑張ってるからケンタッキーは。ここね、うん、きっと出してくれる。なんか QR か何か出してくわ。チェックしてください。そう、まあ、だからちょっとね、そんな企画を思いついてしまったので12月にやろうかなと思ってるので、ちょっと興味あるなっていうダンサーさんもね、なんかコメントとかメッセージくれたら嬉しいですね。ぜひぜひ。こっちからこうプロにしてるのって英会があるじゃないですか。知り合いとか繋がってるとかっていうのと、なんかさ、全く知らない人が入ってきてくれても面白いね。そう思います。なんでぜひなんかチャレンジ。そうだね、ぜひぜひ。そうで、ケンタッキーはいいんだけど、FSP の方も、なんかちょっと、その10月にツアーあるけど、個人的にはそれだけじゃ物足りなくて、まあ、せめて12月か1月に、あの、キービーと FSP としてもライブ入れたいなと思ってるから、ちょっと聞いてみるわ。お願いします。で、特に制作側の方で動きがなかったら、またいつものごとく、勝手にやるわ。
これ普通怒られるところじゃないですか。大丈夫大丈夫でしょう。いや、すごいですよね。本当になんか、でも本当になんかやりそうな、やるよ。また次の井戸端会議ぐらいで何日空いてるって言われそうな気がしてますよ。いや、だってさ、東京セッションズ作ったじゃん、CD で、あれさ、ライブじゃないと売れないじゃん、やっぱり手売りしたいから、俺は。だからライブの本数はさ、ある程度やっぱり増やしてた方がいいと思うし、せっかく、まあ、FSP のさ、その、この間の井戸端会議で言ったけど、あのアルバム作ってるじゃん。うん。で、一応多分12月、あ、12月じゃない、10月の2日にリリースなんじゃない、うん、っていうのをちょっと井戸端会議で暴露したじゃん。うん、多分あれやっぱ10月2日になるわ。あ、当たったんですか。当たってるっぽい。イエス。から、でもさ、その CD もさ、もう正直売る場所があった方がいいやん。そうですね。だからライブを組めるっていう意味ではね、その、いいことの方が多いはずだから、まあ、ちょっと聞いてみる。マネージメント会社に、もう方にとってもいいことですね。まあ、売れた方がいいだろうからね、CD とか思うんだけど。ライブがまた増えそうですね。増やしたいね。ぜひとも、私としては。はい。増えそうです。そんな、ちょっと突拍子もないというか、またここで、あの、打ち上げてみたら、なんかだんだん慣れてきてるじゃないですか、それに。なんか普段本当にそんなになんかなんもないんだけど、これのために何かしらこう、新たな情報が得られるという。そうだね、なんか俺の中でも頭の中整理できていいよ、うん、なんか言葉に言ってるから。そうですね、うん、みんなの認識を揃えて、そうそこからまた再出発するんで。なので、まあ、ケンタッキーとして12月6日に何か企画するよっていうところと、ちょっと12月、1月、ビッキービズ FSP もライブしたいな、どうしようかな、でもきっとやっちゃうよっていう、そういう話でした。最新情報知りたい人はこれを見てもらってそうだ。いや、その方が面白いでしょ。うん、これで最新情報が全部チェックできます。そう、あの、まだメンバーも知らない内容まで含めて。そうですね。で、10月にもアルバムが出て、さあ、するよ。そうだね。なんかその件はまた別に喋ろう。わかりました。またさ、あの、この間さ、実はさ、あの、編集してたらさ、この動画26分もあって。長っ。喋りすぎ。びっくりしちゃったから。喋りすぎ。そう、だから、ちょっとこのぐらいで今日はやめておこうか。はい。はい、そういうわけで、また次回の井戸端会議も、こうご期待ということで、本日ありがとうございました。ありがとうございました。